ようこそ喜山亭へ。水郷日谷、夏、本番を告げる。国指定、重要無形、民族文化財、日谷祇園祭りが7月23日土曜日、24日日曜日に開催されます。またその前哨となる集団顔見せが7月21日木曜日に JR 日田駅前で開催されます。日田市内に8基ある町内山鉾が一堂に会するのは1年間でもこの日だけです。日田祇園祭本番とはまた違った活気と雰囲気で、360日分の1日のレアな体験を楽しみいただけます。そして本番の日田市の四大祭りの一つであり、また夏の風物詩としても親しまれている日田祇園祭は7月23日24日の2日間にわたって行われます。この日田祇園祭は疫病や風水害を払い安泰をお願いするお祭りとして日田で約300年の伝統を誇っています。絢爛豪華な山鉾が祇園囃子の音色とともに熊、武田地区、豆田地区の町並みの中を巡行いたします。また夜には提灯を飾り付けた優雅な番山の巡行で祭りは一気に最高潮に達します。先の熊本、大分での地震被災後何かと大変な思いをしている方々もたくさんいらっしゃいます。こうした方々にも元気と勇気を与えられるよう、日田温泉旅館や喜山亭も魅力ではありますが、一同尽力しております。そんな元気を出しつつ、温泉県大分の日田にもぜひ足を運んでいただきたいと存じております。予約も徐々に入り始めておりますが、日田祇園祭りの21日、23日、24日はまだ宿泊に余裕がございます。この機会に日田祇園祭りをご体験、またご覧ください。皆様のお越しをお待ちいたしております。